若い頃覚えた趣味は本当にいい。僕はサイクリングが大好きだったので、バーバもこうしてサイクリングをするようになった。子供がいなくなった今、このサイクリングを二人で楽しむ。二人の自転車は豪華で贅沢なものではない。とっても質素だ。ここがいい。質素の中に旅の愉快さを見出す。これが面白い。しかもこのサイクリングはとってもエコだ。これもとってもいい。手賀沼の湖畔周回コースは家族で楽しめるところだ。食いたそうな顔してんだろうな。親の豪華贅沢は子供にとって生きる最低限の条件にする。生きる条件は多ければ多いほど結局欲求不満の人生になってしまうでしょう。こうして
質素なサイクリングで余生を楽しめるのは心豊かなひとときが得られるんだよ。それでとっても風も気持ちがいい。いい趣味を持てたおかげで人生豊かさ。のどかで豊か。